どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グールリインボーク駆逐なきを駆逐せよの A にこちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。目玉はこいつですね。今月のインボークフェスでピックアップされている爆発する潜在能力米林最高、熟練で 100% 武器強化マックスにしたので、早速使ってね、ガンガンダメージ叩き出していきたいなと思います。で、今回特攻も乗ってるので、ものすごいね、火力が出るんじゃないかなと思います。基本的に、草タイプのパーティーですね。はい、まあ、エトで、ガンガンバフをかけながらといったところです。まあ、前回ですね、相手が武器耐久値回復してこなくて全然エトの力を引き出せなかったんですけど、とりあえずサイコまず自分にバフをかけていきましょう。3ターン内で自分の攻撃力2倍かつ防御力を 1.75 倍ですね。で、サイコにスキルを貯めさせた立ち回りをします。今回はサイコを活躍させます。毎度のことなんですけど、コンボ数が5の倍数の時にスキル増加量が倍率か、バフがかかるんでね、5の倍数の時だけですけど、まあ、結構コメントで聞かれることが多いんで、でブレイクさせます。あれよっと。で、重蔵ですね、打ちましょう。重蔵は自身の攻撃量を2倍にして3体になって、機関体の攻撃量を 0.4 倍にすると。だからまあ一応ムツキとかあのウリ誕生日ウリへ連れてきてますけど、まあ使うことはないんじゃないかなと。大体シフトするとしたらサイコとアモンかなとは思います。じゃ あ1ターン目でサイコのカブネ出しちゃいたいんで行きましょうか。で、カグネを出します。でね、このサイコがね、カグネ出した後ね、カグネの上に座ってるんですよ。こっちからだとさ、でけえカグネで見えないから、これカグネの上に座ってるんだよな。めっちゃ可愛いから。じゃあ、エトでブレイクして、エトのスキルも打ってるんで、サイコがね、どれぐらいの火力を出すのか、ちょっと見ていきますか。待って、見えなかった。800万ぐらい出てた今。今800万ぐらいかな。一発840万ぐらい出た。とりあえずアモン出して、まあ、アモンの方が火力実は出るんじゃないかな説あるけど。まあでもあれか、バフが乗ってねえのか。スキルをポン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 打てるからね。とりあえず1ターン目で、4000万ぐらいは乗せれそう。いきますよ。はい、どっこいしょ。800万ぐらいだね。お化けだな。 OK、 まあ次は重蔵ね、ガンガン動かせると思うんで、武器耐久値回復してこいよ。よしよしよし、それよそれそれ。まあ、サイコのね、あれが切れるんで、カグネが3ターン目ぐらいから、2ターンかな。2ターンで切れるのは最初1回目のバフか。まあでも普通の攻撃だけで1000万は削れてるから OK。 で、銃像を撃ちます。お題は結構ザンザンザンとね。重蔵も一発81万82万ぐらい出てますね。かなり強い。サイコは一発ドカンなんでね、ロマン砲ドカン820万ぐらいかな今の。いや820万いってるよな、あとで確認。82万なわけないわ。でも、うん、じゃあサイコにまた試させようの立ち回りしていきましょう。で、ドカンと。おりゃーズン。イエス。ここをもう一回シフトしてもいいかな。いや、バフが切れんのか。そんなことねえのかな。まあとりあえずシフトするか。アモン光太郎。
まだ3ターンだから持つよね。3ターン目まで。じゃあ次のターンをシフト我慢すればいいか。うん、多分それ、いや間違ったか。待てよ、3ターン目だよな。3ターン目で切れて、いやでも次のターンシフト我慢すれば2個溜まるからいけるわ。俺の計算が間違ってなければね。で1回目の覚醒をカグネを出す前のスキルが2ターンだったよな、バフが。だから次から火力は1個下がるのかな、1段階。いや、カグネ溶けてんじゃん。あれ、カグネが2ターンか。逆に1回目のバフが3ターンだっけ。なんかターン数が違うかったような気がする。そっか、カグネ切れちゃったか。まあいい、ここは我慢のターンでいいでしょう。でできるだけ最高に回していこうか。いやこれ1個目のバフ今続いてるくねって思ったんだけど。で、ブレイクさせて、今ダメージどれぐらい出てる。今で1億3000万ぐらいか。2億いきてえな。2億いっておきたいところだけど、お題は結構。あー、これが3ターンの間か。なるほど、1個目のやつが3ターンの間だったな。しくったな。まあまあまあいいだろ。とりあえず2億はいきそうなんで。RE の亡きが敵に出てくるのって初めてだよね。で今回は最古のカグネをこのターンで出していこう。じゃあ普通に殴ってゲートでブレイクさせていく。あー、1回目のサイコのカグネ出す前のスキルがこのターン、前のターンで切れて、それ上書きできねえからちょっとめんどくさいことになるのか。なるほどね。お題は結構で、サイコのロマン砲をぶっ放していく。おりゃズドンと。あれ切れてないのかな。エトのバフが乗るのか。だからそんな関係ねえのか、エトと併用すると上書きされて。なるほど、そういうことだな。学んだわ。でアモン使って、そういやアモンさんは覚醒させると長持ちなんだな。で最後と。そうかそうかそうか、エトで上書きか。だから1個目のスキルそこまで考える必要ねえのか。あら、よっと。オッケー。で多分今ので2億近くまではいった。あ、待って、エト飛んだ。嘘だろてか重蔵も飛びそうじゃん、よく見ると。あぶねえ。まあでもこれ最終ターンだから。いやー、エト飛んだのいってえなーこれ最古のブレイクバースト発動させるか。発動させたところでっていう感はあるけどな。まあいいか。1,2,3,4 で最後でブレイクさせていく。ズドンと。でブレイクバーストが味方全体にかかると。で、重蔵に打ってもらおう。そうだな、エトと使って、エトがもしいつも最後いるんだから。はい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 、いい火力よ。今2億5000万ぐらい。3億はいかないな。もうちょいパーティー編成見直せばいきそうではある。
よっこいセット。オッケー。ヤモン出して、アーモンコウタロウ入る。ヤモンさんの攻撃かっけえな、重みがあるよね重量感がすげえ。一発35万、4万ぐらいな。どうせエトが行くならエトの後ろをなんか別のキャラにしといたらよかったな。草タイプのキャラいたっけな他に。俺たちの流儀じゃねえんだよ。ということで今回はサイコが単体攻撃で800万ぐらいは出してくれたのかな。ダメージレポート見ましょう。サイコが1億6000万ぐらい一人で担当してるよね。1100万、10万、100万、1000万、うん、1億6500万ぐらいですね。一人で担当しましたね。で、重蔵が7100万ぐらいで、アモンが2300万ぐらいということですね。まあ半分以上がサイコのダメージでしたね。ああ、一発しか叩いてねえのにあのダメージを一発だからこそか、他は連続で叩けるからな。はい、ということで、今回はロマン砲のフェス限のサイコを使いました。かなり強いキャラだとは思います。まあエト持ってない方ね、まあでもスキルでみんなにバフかけれるのもエトのいいところだから、まあブレイクバーストも強力なんで、ぜひとも取っておきたいキャラだとは思います。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。今回もイラストが届いております。どうぞ。